チャオ、あっちゃんです。今日は5月の18日、木曜日です。木曜日のあっちゃんの朝ごはん。はい、下の子が納豆パン食べたいっていうから、今日は納豆パンにしました。で、納豆するのにこれ1桁多いから、半パック残ってるから、あっちゃんも納豆パンにします。納豆を混ぜてね、普通にタレ混ぜたらだけ。これを、ーっとかけて。納豆をパンに広げます。もう普通にね、市販の納豆に市販のタレ混ぜたらだけよ。今日は、まあ、梅とか入れても美味しいんだけどね、今回は納豆だけこんな感じで、ここにチーズ。ダブル発酵食品です。キムチ置いても美味しいね。トリプル発酵食品にしても美味しいんだけどね。で、マヨを上から。これで焼きます。チャオ、あっちゃんです。納豆パン。食べ終わっちゃいました。また録画ボタン押すの忘れて、で録画ボタンをさんと一人永遠と喋っとってんで、今食べ終わってさあ止めようかなと思ったら録画が始まっちゃいました。あらら、どうしましょう。ということでね、今日は納豆ピザトーストじゃ納豆トースト食べてカフェオレ飲んでんけど、ちょっとお話ししましょうか。じゃあバナナを食べましょう。バナナ美人を食べて美人になりましょう。はい。では、ちゃん大好きバナナを食べます。で、バナナ食べながらお話しましょう。今日ね、5月の18日木曜日、あっちゃんはね、この動画が、上がるのは5月19日金曜日。5月19日金曜日はね、あっちゃんもすでに起きて、お弁当を作ってでね、光が遠足やねんけど遠足を送り出して、であっちゃんのお弁当を作って今日昼は車中飯でもしようかな言うて準備してるところやと思います。でバナナ美味しい。で今日あっちゃんが今現在。9時30分ちょい過ぎくらいです。ちょっと今日もね朝から子供を送り出してでちょっと横になっててでヒカルは納豆パン食べたいっていうから納豆パン作って残った半分で自分の納豆トースト食べててんけど納豆が熱入るとねとろーりしてチーズも溶けて美味しい。で、今テレビ見ててんけどなんとか大学で安倍首相がまたね第2の森友学園が出てきて安倍首相退陣の危機みたいな感じになってるけどもね、まあね政治家って誰がなっても叩いたら誇りは出る体やからねまあそれは仕方ないかもわからへんけど、でも安倍首相はかなりブラックやとあっちゃんは思ってんねんけどもね、そういうとこ徹底的にねブラックじゃなくほんまに白いのやったら徹底的に解明したらええと思うんだよね。その中もごめんもいるんやけどその後テロ逃亡次第話しちゃっててなかなか難しい話やなので聞き入っててだから今日の動画ある意味もうねじーっとテレビを見入ってるあっちゃんの動画になっててんけど録画されてなかったから、まとめてお話しするけどもテロ逃亡次第でなんかこれからテロするぞってテロ起こしたら逮捕されるやんかじゃなくテロするぞって話し合っただけで逮捕できるっていう話やねんけど、でそうなったらね辺野古の反対運動で逮捕された人出たけどもあれねさあ明日座り込みして。あれするぞって言った時点で逮捕できるんちゃうのって確かにできんねんけどそういう運用の仕方はせえへんって言ってもさそので国会の議員がどういう判断を取るかわからへん。今はせえへんにとっても、ね、これから法律できた20年30年その法律続くねからそういう使われ方する場合もあるんちゃうのみたいな。でもそういうその議員を選んだ国民が悪いみたいなこと言うから「いやちゃうやろ」と思って。国民だからあっちゃんが真実を見る目を持った人はこの人って言ってもその人が通るとは限らへん。だからうちのうまい嘘つきな議員がいっぱいいてるやんか。そんな人らがうまくね裏の力使ったりね二枚舌使ったりして当選したら国ってえらいことになるやん。でえらいことになるのが北朝鮮の独裁国家でもそうやけど、まああれは国民が選んだんちゃうけどあれを下ろされへんやん国民は。それと一緒になって独裁になってきたら下ろされへんからね。だからそう思う。だからね変な話第二次世界大戦の時にねやっぱり自分の子供が命を失うの分かって戦争に国のために頑張ってこいなんて言える親なんかいてなかったと思うね。ほんまは陰で泣きながら送り出したんやと思う。でもそれでも天皇陛下万歳なんて言えるって完全に独裁化してたわけやんか。こんな言い方したら悪いけど。だからこういうね独裁になった時に洗脳っていうのは解けへんのちゃうんかなって。だから国民は泣き寝入りしゃんなのちゃうんかなって。だからこういう法律怖いなと思って見てて、まあねテレビでやってる時点でねもうこんな法律も半分とかほぼ決まったような状態やし、裏で悪い力ってのは動いてんねんけどもね。かなりね報道統制はあるからね。テロと防止罪ね。じゃあ去年一昨年ぐらいかブログやったとかなんか気になって調べたことがあるね。去年やったかな調べてて怖い法律やな思ってて。なんかねまだ裏で動いてるはずやから慌てて可決しようとするから怖いね。もうこんな話で驚いてるなだからね。楽しいお話もね今日はね外がすごい青空やね綺麗にピカーって晴れてるんだけどもあぶちゃんって寒いね、で寒くてねふわもこパジャマで下まだねブランケットを巻いてんだけど寒くて寒くてねたまりませんって感じで。今日ね体中がバキバキやねんねこう肩回してこの辺バキバキやから多分ほらバキバキでしょコリコリやねん。こうやって回したらすごく楽になれるから朝からこんなことしててんけどバキバキでさでまあ筋肉のこりほぐすのにいろいろちょっと運動しててんけど薬ばっかり耐えてたかしと思って。これもね黄砂の症状やねんで、アレルゲンが筋肉を硬直させるんやって病院でそれがあって結局その細かい目に見えへんアレルゲンが300種類ぐらい出て。それがいろんな神経になんか誤信号嘘の信号を送って、だから頭痛はしてないねのに頭痛してるよって信号を送って頭痛感を出したりとかだから頭痛薬が効かへん場合があったりするからって、だからアレルゲン止めるのにいろんなアレルギーの薬を試していこうって、アレルギーの薬試しとんだけどね。で朝と晩ご飯の後に飲むねんけどやっぱ朝起きてまだ飲んでないねんご飯食べた後やからでその間切れるから今頃やっぱりすごいしんどく朝起きがつらいねん、で先生朝起きつらいねんって言ったら「そうだよ」って言われて、朝起きつらいのはあれやで薬がちょうど切れる時間やから3回飲んだらあかんねん、3回飲んだらあかんねんって言われて、はい、普通に飲みたいと思います。多分私ね、いわゆる司法妨害、特別、さっき言ったね、特別検察官を、区切りしたいというようなところから出るんですか。ということでね、あと、注入。吸入して、で、吸入したら、うがいしなあかんね。だから、この動画終わって、吸入して、うがいと歯磨きして、あっちゃんの朝、今から始まります。はい。ということで、今日も一緒に食べてくれてありがとうね。はい。で、今日は5月の18日、あっちゃんはね、だから、この動画があるのは19日金曜日、もう今日一日楽しく乗り越えたら、明日、明後日、土日で休みです。はい。で、あっちゃん家はね、今日下、ひかるは遠足行ってます。うん。だ遠足行って帰ってきたら、またね、楽しかったよっていう話を聞きながら、またね、楽しく過ごしたいと思います。うん。だから、ね、このまた週末、みんな楽しく過ごしてください。はい。で、今週あっちゃん家はね、大した予定はないねんけども、うん。土日何かしたいと思います。ただまあね、上が、中間テストのもう1週間前切ってるから多分勉強するから土日はどこも行かへんと思うんだけどね、もしかしたらヒカル連れて2人でどっか行って出てくかもから1人家置いといた方が静かで勉強しやすいかなと思うから、だからそうするかもわからへんし、またその時は何か面白いネタ探してね、2人で楽しんできて動画でも撮るかな、わかんないよ、家でいてるかもわかんないよ、その辺またちょっと考えて週末を過ごしたいと思います。はい、ということでとりあえず今日一日金曜日、みんなで楽しみましょう。はい、ということで学校お仕事、無理せず楽しく週末楽しんできてください。はいで週末金曜日楽しんでください。で週末2日に向けて温存するか、精一杯仕事して、その2日間、ゆっくり休むか、はい、みんな人それぞれです、楽しくやってください。で週末お仕事の人、ね、みんなが休んでる中、お仕事ご苦労様です、ありがとうございますということでね、また次のお休みまで、無理せず楽しくお仕事頑張ってください。では、今日も一日よろしくお願いしますということで次の動画でお会いしましょう。ではあっちゃんは吸入して、歯磨きしています。ではまたね。バイバイ。今日もよろしくね。次の動画でお会いしましょう。